江戸小話、女郎の盗み。手癖の悪い女郎が、客はもう寝たであろうと、鼻に手を当ててみて、そーっと起き、客の鼻紙袋を開けて、小判を取ろうとする。客が目を覚まして、こえ、何をする。何もしいせん。酒に酔うたゆえ、丸薬を飲もうと思って探しんした。その左手の小判は？あい、これはな、顔をなでて冷やそうと思って。